はい、風水金魚のご紹介です。この子はですね、DNA がですね、エラまくれという症状ですね。病気ではないんですね。こういう種族であるということです。まあ、でも、せっかく生まれてきたわけで、捨ててしまう、殺してしまうのは忍びない。それで、私はいつもですね、玄関のところの外の水蓮鉢にこの有効は入れて、ボウフラの処理にお使いくださいということでタダで差し上げているんです。まあ、この子もですね、生まれてきたからには使命があるわけで、そういう虫害虫をですね、食べるために使っていただくということができるわけです。それ以外にですね、イルカ金魚、まあ、口がですね、先端が伸びていてですね、なんか普通の金魚とは違うなという金魚もいるわけですね。で、そういう、特殊な種族を作るというための金魚もいます。それぞれの人間というのは使命があるわけですね。ゴキブリのようにですね、ゴミを漁って食べる、ネズミや虫もいればですね、金魚もいる。これはもう生物界のですね、いろいろなさまざまなですね、生き様の中に使命を持って生きているわけですね。これは今成長不良の子供たちの水槽に特別に、餌を小さく砕いて口に合うサイズにした、食べやすいものを集めているその水槽です。で、こちらがですね、正常なものなんですが、この正常といってもですね、まだ、成長途中ですので、おかしい子もたくさんいるわけですね。まあ、そういう中で、大きさも全く100倍ぐらいと違いがありますけれども、例えば左右の目がですね、均等でないというようなDNA があります。私はこれは異常とは見なさないんですね。こういう種族であるというふうに言います。例えばこの黒い子、全く DNA が違うんですね。で、この黒い子を真っ黒な頂点眼にしようと思えば、また別の黒い色素を持った子と掛け合わすわけです。でも、先人たちはですね、アルビノといって色素のない金魚をまず作る。それから頭だけが赤い、単調のようなですね、単調ズルのような種族を作るという方もいらっしゃる。で、そういうような努力をして作られた金魚たちの、末裔がここにいるわけですね。いろいろと DNA が組み合わされているわけです。で、私は風水師ですので、空しか見ない、神様しか見ないという頂点眼という種族がですね、とても興味深いので、今回はこの挑戦をいたしました。で、それ以外にですね、前方しか見ない、前進しかしないというですね、眼鏡、前しか向いてないという方もいるんですね。